は牧選手の、はい、おっと膝を落とすダブル、いいですね、膝落ちに入ったか、強引に投げていったブレンダー、おっと決まるか、株式会社佐藤プレゼンツ 3A マッチ30分一本勝負を行います。105番の平田小春、平田小春選手がコールされました。153番の牧、タイムは牧選手、132番のそして誠選手がコールされました。オーバーマスクの下にはペイント、今回もこれは加藤さんピエロっぽいんですかねをモチーフにしたペイントのようです、はい、女子はこういうふうにあのコスチュームに合わせた色の紙テープが飛びますね、はい、ファンの方からね、そうですね、ありがたいことです。さあ3人が同時に戦います。 3way マッチ30分一本勝負で行われます。なかなか選手にとっては難しい、ね、試合なんですよね、はい、誰を味方にするかとかですね、そうですね、そういった作戦といいますか、まあ、誰をどう裏切るかですね、はい、心理戦ですよね、つはね、どうやらここで2対1か、日向選手と誠選手が組むのか、3人が目まぐるしく、これはおっと2人を飛び越える、面白いですね、はい、おっとここでまた裏切り、まあ、本来こう戦いですからね、そうですね、はい、おっとこれはオリジナルですか、赤川さん、いやいつものムーブだと思うんですけども、はい、身長差がありますからね、そうですね、叱られてますね、お仕置きでしょうか、おっと後ろからスリーパー、コーナーに打ちつけて脱出します、身長差あるじゃないですか、はい、やっぱり腕がやっぱり小さいので短いじゃないですか、はい、スリーパーとか結構きついんですよ、あ逆にそうなんですね、はい、うん、おっとこれはここでなるほど、勝たせてしまってはダメなの で、 そうです、ね、カットに来たということですね、そういうことですね、勝ち抜けのルールです。
膝を落とすダブル。いいですね。おっとカウント2。膝落ちに入ったか。もう決めに行ってますよね。そうですね、うん、ここは牧選手も察知した。強引に行くか。強引に投げていったブレンバスター。力強いですね。そうですね、ぶっこ抜きました。トップロープから日向小春が、おっとカウントス、おっとそのままグラウンド、腕ひしぎ逆十字架。まだ決まってないですよ。そうですね、まだ決まってないですよ。牧選手が手をロックしている。おっと逆、逆の手を、これ危ないですね、うん、手を離した瞬間に両腕が決まってしまいます。腕の取り合いをしてますね。力強いですね。そうですね、ロックが取れます。あっと取れたか。両選手の顔面にチョップ。おっと、ね、三角飛び、うん、そして正面蹴り決まるか。カウント2。おっと後ろから、おっと狙ったんですけどね。そうですね、後ろから勝利をかっさらっていくか。誠と日向だ。おっとドロップキック顔面。三選手ともスピードありますね。高尾さん、うまい。さあ丸め込むか。一瞬で決まってしまった。よく見てましたね。そうですね、